その体を温めるって、まあ結構大事かなと思って、ただ、何ですかね、女性のちょっとこう、ほら、ほてりとかなんか終わりのある方はね、ちょっとあんまり避けた方がいいというお話がなんかあってたりしますので、一概には言えないんでしょうけど、まあ、ね、冷え性の方って多いから、体、ほら、なんだっけ、体温を何度か上げると免疫力が高まると。ね。というような話からですね。まあちょっとたまたまそういう、こう、ことを書いてたんだと思います。はい。なので、ちょっとみんなで集まって、なんか、こう、ただですね、私がいつもやってるのは、生姜のちょうどこう、お寿司で言えばガリがあるでしょ？ああいうものを自家製で必ず、常備用意してますね。自家製で、はい。だから要は、生姜の酢漬けですけど、生姜のまあ甘酢漬けってことになるでしょ？それは常に用意してます。はい。で、結構何にでも合うから、もう何にでも合わせて食べます。はい。はい。いや、何をしてるかっていうか、もともと結局、例えば母の、まあ、要するにお袋の味っていうのが豚肉の生姜焼きだったんですよね。甘辛いっていうか。で、そのなんかお袋の味の、まるで、なんていうかな、お味噌汁をこう、いわゆるお母さんの作った懐かしいお味噌汁のように、生姜焼きってなんかそう、お袋の味なんですよ、私の中では。だからなんか無理やりしてるというよりも、受け入れやすい味なんですよね。はい。で、その中から体温めたいっていう、未病って言って、ちょっとこう、調子が、何か病気じゃないけど、調子が悪いなと思う時に、体温めようって思った時に、ちょっと生姜だったんですよね。はい。はい。いや、なので、すいません。なんですかね、チューブ持って歩いてないんですよ。だから、ちょっとテレビ見れる資格はないような気がするんですよね。すいません。もう本当、ごく普通の、ただみんなが、なんか、ジンジャラって言ってるから、私もジンジャラに近いかもしれない生姜は、酢漬けでいつもね、持ってますぐらい、用意してますぐらいの程度なんで、ちょっと生姜のチューブは持ってないですもんね。ただ、その時期になると、それを、職場の冷蔵庫にも入ってたりはしますね。だから紅茶とかにちょろっと入れてみたりとか、流行ってましたもんね。はい。なのですいません。ちょっとテレビに出るほどのものはないような気がする。やってよか。いやいやいや。すいません。すいません。もう、お仕事の邪魔をしてすいません。神社の福岡で一番に動画が出る。すいません。もう、ごめん。ご迷惑をおかけしてる。 いや、それがですね。いや、それがですね。例えば、口笛を吹く質屋とか言って、要するにこう、まあ、いろいろ、私はバックヤードブログということで、私の仕事がこんな感じですっていうのを、ブログって文章でしょ？で、文章でお伝えするのに限界を感じたもんですから、2年前から動画ブログっていうのをしてるんですよ。で、それで題名にたまたまそういう時にこう、書くんですけど、ただ、口笛吹く質屋っていう題名だと、口笛の愛好家の方からお電話いただいたりとかですね。いや、そこまで口笛は温めてませんみたいな感じだったり。で、この間は、祇園精舎の鐘の声とかで、いわゆる声に出したい日本語、国語の教科書からですね、いわゆる琵琶の話、楽器の話からちょっと琵琶の話になって、そういう話をしてたら、本当に琵琶法師の研究をしてらっしゃる方から直接わざわざご来店いただいたりとかですね。はい。なのでですね、このネットというものが今、つかみは OK だということだけは感じてます。すいません。だけど、ちょっと神社が、生涯効果で NHK に出るのはですね、ちょっとおこが、私は神社さんに悪いと思います。あなたそれぐらいでジンジャラで出たらいかんよって言われました。すいません。ちょっとそれは、ちょっと、はい。もう、すいません。何のお役にも立ちませんで。はい。いえいえ。いえいえ。とても楽しいお話でした。はい。はい。何かまたこんなんでお役に立つことがありましたら。はい。はい。いや、でも素敵な番組ですね。ぜひ頑張ってください。はい。いえいえ、ありがとうございました。失礼いたします。神社ら福岡で検索したら、一番に春橋さんの動画が出てくるかこういう円になってると、そういうのが出るんですね。そうですね。はい。なので、そういうことなんです。そういうことなんです。
それで、すいません、ジンジャラの人に悪いから、それはちょっと私が出ちゃいけないと思いますって言ったら、横でゲラゲラ笑いちゃって。でも、ほら、こういうちょっと厳しくない系のこういう、こう、アットホームな番組のやつ、ね、うん、楽しかろうね。でも、ちょっとこれで出たらいかんやろ、別に。だって別に、チューブを持ち歩くよ、ランキー、私。嘘ついて出たらいかんやろ、そこは。で。ということで、発信してるとですね、集まってくるんですよ、皆さんが。これ、商売にも結びつきようのが、ね。ね。ねえ。いや、でもなんかこの間お子さんたちと一緒に話したらさ、喜んでくださったのは嬉しかった。うん。東北の離れた親戚がね、それ見たら、親戚が見たら、はい、喜んでくれて、消さないでくださいねって言われたもん。嬉しかった。消さないでくださいねって言われたのは、もうちょっとツボやったね。NHK のニュースラネットの人笑いましちゃった。出てもよかったね、ちょっとね。パロってね、パロってね。でもさ、嘘になるもん、そんな。楽しかった。